結構いろんなジャンルの人が集まってるわ。こんにちは。はい、おごし商店のおごしさんです。こんにちは。絵描きさんです。はい、絵描きです。だってこれ後ろのこれがもうすごいもん、なんか存在感。これはなんか音楽イベントでライブペイントした時に描いたものです、ね。へえ。ちょいちょいそういうイベントとかで絵を描いたり、ね。これどんな音楽とやったんですか？これヒップホップです。あ、へえ。ミュータントレーベルっていう、はいはい、これ今日来てるんですけど、かっこいいですねそれ。こういうブランドの商品を作ってて、うん、でとかはコラボで。へえ。どう？あ、いいですね。いいね。はい。ちょっとハンカチいいなこれ。柄一緒なんですけど。よう描きましたね。若干ね、なんかこう顔の雰囲気が、ね、はい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 、ちょっと違うんですよ。微妙に。ちょっとまた先なんですけど、はい、8月のお盆に北堀江のケルプっていうスペースがありまして、うん、はい、そこで個展をやらせていただきます。これ気になった人は8月ぜひ個展いらしてください。これちょっとかわいい、はい、夏はこれでビールですね。そうですね、夏はビール。これちょっとね、見えにくいかな、歯が抜けた骸骨とね、歯が並んでんの。はい、じゃ自己紹介お願いします。はい、皆様こんにちは。はい、こんにちは。パノラマ式サーカスのサーヤですわ。皆さんお待ちかねだったでしょうか。サーヤさん、なかなか。ほら、どんなん作ってるんですか。そうですね、私の作品は基本的にアクセサリーになります。ああ、アクセサリー、はい。で、クラシック、クラシック、はい、にクレイジー、クレイジーにナンセンス、ナンセンス、あと何やっけ、レトロマンス、ほう、クラシック、クレイジー、レトロマンスの作品をいつも作りたいなと思いながら作っておりますのよ。今日つけるアクセサリーをここで見繕おうと思ってたんですよね。ほんまに。見繕って、見繕う。急に普通の人になったやん。うん、なんでそれ、お見繕いになったらよろしいのではないのかしら。ちょっと今指輪をサーヤ様に選んでいただいて。そうだね。うん、これそれいいやん、これ。これはね、これいいやん。あの、私がね、あのパリにいたところにですね、うんうん、美術館で見つけた絵なんですけれども、はいはい、ものすごい広大な絵なんですね。はい、これはその中の一部なんです。すごい広大な崖と人と空、もっと広い絵なんやけど、その中で男の人だけをピックアップして、はいはい、作ったやつなんですよ。ちょっと旅人っていうタイトル。大阪で活動してるんですか？そうですね、私が出身が神戸から、はいはい、電車で15分ほどかかるところに住んでしまって、どこやねん。それは心のにお任せいたします。ちょっとイメージと違うのであんまり言いたくない。ああ、分かる分かる、そういうのあるよね。ね、あるある。新快速電車で、観音宮駅から15分だからね。あはは。まあ、あの駅のあれ見たら分かるね。尼崎なんで。ということで、ちょっと俺1個買おうと思います。はーい。まして、2万。マント行くわ、マント。はい、ありがとうございます。これ買います。言える？じゃあちょっとサイズ。はい、サイズやりますね。やってください。はい、ありがとうございます。私はアクセサリー売りですよ。なんか周りがな、いや、ここまで来ると周りも変わりもんばかりになってきて、ちょっとあの、まあまあ肉噛んでるわ。あ、ごめんとんでもないやつに出会いました。いけるどう？結構広げちゃったけど、まあでもこれ自分で好みに合わせて、合わせるよね。はい、ということで、はい、サーヤです。パノラマ顔がちっちゃくて可愛いでしょ、私。